はい、こんにちは、タムです。今回は中野いちかを使って遊んでいきたいなって思います。はい。まあ、このキャラクターはですね、新しいナルタの適正キャラクターとなっています。まあ、ナルタってね、未だにね、オーデンタと、まあ、炭治郎&ネズコがね、最適だったと思うんですけども、今回、いちかが出てくれたおかげで、まあ、一応、ナルタの新しい適正キャラクターというか、で、なりましたね。はい。で、今の優勝コンボで、倒せません。まあ、弱点キラー L 持ってるんで、まあ、弱点を持つ敵に対しては相当強力だと思います。まあ、タッチ貫通弾も弱点録音消費弾も、まあ、非常にまあ、刺されば強い友情コンボなんですよ。両方とも。うん、タッチ貫通弾ってね、まあ、馬鹿にされてる友情コンボではあるんですけども、しっかりと、なんか、キラーとか、あとはなんか、弱点に捉えることができれば、非常に強い友情コンボの一つだと僕の中で思ってるんですよね。まあ、弱くはないんだよね。タッチ貫通弾って弱くはないんだけど、なんか普通に強いよね、タッチ貫通弾は。さあ、まあ、ちょっと待てよ。とりあえずもう激凛の SS は打てるようにはなってるんで、もうこのまま SS を打って立ち回っていきましょう。で、激凛はアンチブロックも持っていますんで、まあ、横上がりでいきます。はい、オッケーですね、うん。普通に強い。で、次のステージは、ニーズヘッグがいるんで、まあ、上と下のペアで分かれています。なので、まあ、しっかりと倒していきたいところですね。これでいいかな。はい。あ！先に、あれか、弱点効果アップの方を触れてしまったという感じかな。まあ、ちょっと、ミスりましたね。こういう感じでいいかな。はい。ミスった。普通にミスった。待てよ。はい、これでいくかな。OK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 
いやこれちょっとちょっと僕が下手くそすぎるね。久しぶりにちょっと闇のない歌やってからちょっとよくわかんないんだよね。 OK 強いけど、まあ、そろそろイチカの SS を打たないとやばそうだね。結構 HP がやばい。うおーやばいやばい。プロテクションで耐えたね。はい、さあこれで友情コンボを、おー強いすげえ、友情やば友情強、あぶねえ、 SS 打たなくてよかったあぶねえ。さあこれは配置いいんで弱点効果アップさせて、ヘイで 3P の位置はどうなってるんだろう。あこれギリギリ大丈夫かな、ギリいけそうな気がする。ただなんか今のところ触ってると、崩壊とは言ってなさそう、崩壊には なってなさそうだね。なんとなくだけど、はい、あおまあ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 、まあ、いいでしょう。でこれは、あこれめっちゃいいんじゃないかこれめっちゃ良さそうじゃない。これで下から下のワープから飛んで、よしいいよいいよいいよ。さあ倒しきれ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 、おおいいねいいね、オッケー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 。さあボス戦に入りましたよと。でボス戦は、
じゃあ友情コンボを駆使しながら、オッケー、オッケー。であとは下だけだね。下の雑魚は、あ、いや右も残ってるやん、右も残ってた。あ、お、さあ友情で、あーきついな。まあ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 、まあ、いいでしょう。で激凛でしっかりと、まあ、倒したいですね。アンチブロックがあるんでこういう感じで弾けば OK。 うん、で一匹の位置かの位置がすげえ良さそうですね。なので右から行って戻ってきて、いや SS いらなそうだな。友情で行きそう。あー、ミスったー。これ死なないよな、まだ。あの左下、あ、 OK、 結構激凛のプロテクションにた、あの助けられてるな。いや、いらないな、もうこれ。なんか友情でなんか結構削り切っちゃいそう。はい、おお強友情で瞬殺してもうだやん。いや、いいねこれ、強、普通に強い。ただ崩壊してるかって言われると崩壊はしてないかも、これは言える。さあこういう感じに振って鬼を倒します。さあ激凛の SS も打ちつつ下の鬼を倒したいんだけど、まあこれでいいかな。直接行く感じでいきます。さあ、あー、ちょっと1ミリ足りなかった。いやー、マジか。まあこれだったらこれでいいかな。オッケー。うん、さあこっからフォンフォンを打って、まあ、ここをね友情で削りたいですね。ここって挟まんないと倒せないじゃん。だからフォンフォンを使って友情コンボで削っていきたいところですね。なのではい、さあ、まあ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 、まあ、OKK でここで一かの SS を1本打ってこう、打っていこうかなと思います。さあ行くぞ。打っちゃっていいかなと思ってるんで、もう打っちゃいます。僕は私だった。はい、でしかもね HP の回復もできるしね。はい、いやーそんなに出ないか。でもあーって感じだなまあこれで倒したいね、さすがに。さあ状態上回復も駆使して、はい、あー友情強友情強えな、これしっかりと刺さるねこれ。いや強すぎこれ、さすがに友情強えわ。でニーズヘッグがいるところですね。ちょっと配置が悪いんでブロックに、ね、ちょっと埋まっちゃってるんでね。 OK2 体倒しただけでも偉いわ。さあここ1本 SS 取っかな、うん、さあしっかりと最初は弱点効果ダウンを触れて、その後弱点効果アップさせたいですね。いけ、あ、スピードアップ、 OK。 あーいいねこれ、いいねこれ、まあ雑魚処理にね 使
うのもありですね、こういうのは。ただ配置がすんげー悪い。はい、さあ友情で削れないか、これさ、激凛でさ、これ激凛で縦貫したら、これ火力出るんじゃねえかな、ワンチャン。はい。はい。お、あー、まあまあ。そうか、弱点効果ダウン、忘れてた。さあこれ一花の SS 打たないと、もう打つ場面がないんで打っておきます。これ直接いけるかな、直接いくか。いやこれ習慣なかったら多分相当強そうだな本当に。 OK、 おー、いけいけいけ、あー、ちょっと耐えなかったか、あーマジか、大きい、いけ、まあ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 、まあ、OK で HP も回復できたんで、まあよしとしましょう。はい、いやマジか、青のブロックに入って、青のブロックに入って、おおお、いけ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 、あとちょっとか。いやタッチ貫通弾強えこれ。あともうちょっとだね。これ SS 打ちながら、はい、私だった、はい、どうだ、おー倒しきった。まあ結構友情コンボで、あのボス結構削れたんで、一花はね、あのナユタ戦においては結構強いかなと思います。ただ崩壊はしてないかな。ということで動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう、バイバイ。